ところどころボイチェ入れてくるあたりで新規獲得を目指していないことがわかる。いや、目指していないわけではないんですけど、私のいいところでもあり悪いところでもありますね、これはね。ただ、新しく見てくれた方が、こう昔の動画を触ってくれた時に、あ、こ、繋がった、こことここ、点と点が線で繋がりました。これです。何がおもろい？伏線？何がおもろい？そんな伏線。本気で辛い時に猫ニラさんの動画見たら本気で元気出ました。ガチで泣いてます。自分いろんなゲームの実況者見てますが、その中でも圧倒的に猫ニラさんが好きです。これからも頑張ってください。ちなみに自分現役中2です。いろんな年齢層の方々が楽しめる動画を作れて本当に素晴らしいと思います。一生ついていきます。お、応援してます。ここまで来るともう煽りです、バオさん。バオさん。悪口に見えるこのコメントが、俺にはこの性格ひん曲がった俺には悪口に見えるこのコメントが。今はまだ AI と仲悪いけど、デトロイトの警部さんの仲良くなるルートみたいになってほしい。いつか握手する日来るかな、あいつと。いや、来ないと思うな。自分の今のコントローラー4年間目となりました。そしたら右スティックが左に倒すと上、右に倒しても上とかいう素敵なカスタマイズできました。その軸歪んでるじゃん。コントローラーのスティックの中心の軸歪んでるじゃん、それも。宮井治療キャリアが面白すぎてチャンネル登録してしまいました。責任取ってください。これは返金問題、返金すればいいですか、何かの形で。なんでや。動画面白いのですが、ダッシュしすぎて後半の重要な場面で体力がないのがもったいないと感じています。守備に戻るときはダッシュをしないなど工夫して攻撃の店を増やしてもらいたいです。まあ言いたいことは言いたいことはわかりますが、まあ、極論を言うとめちゃくちゃやってます。ほぼ守備に戻ってません。ほぼ戻った時だけ動画で使ってるぐらいです。ほぼ戻ってない。宮市さんがパスをもらうまではダッシュ一切押してません。なんでこんなに体力なくなるか、スタミナが本当に低いからです。これはね、キャリモではもう絶対こうなる。普通に11人操作するやつとか、プロクラブよりも本当に減りが早い、キャリモは。体力マックスの状態でスタートしてないっていうのもあると思いますけれどもね。物置整理したら PSP 出てきました。久しぶりに指入れやろうかな。あれな、指きたすエボリューションな。あー、懐かしいねー。10代は絶対に知らない指きたすエボリューション。UMD のケースの中に、ホコリ入っちゃって、どうやって掃除したらいいかわかんない。これね、まだ諦めてません。りょうは、まだ、諦めて、いません。こちら、移籍期間は、この31日まで、あるわけです。つまり、今日、ハーツ、ダンディ・ユナイテッド、やりますけれども、ここでオファーが来れば、ジャーキーを見せつけた犬のように待っています、今、りょうは。セルティックさんも好きです。私、ポステコグルーさん。ですが、やはり、りょうのこの活躍を見ると、ね、言っていいんじゃないか、次に。だって、1試合1本以上決めて、1試合 0.5 でアシストしてんの。そんなことありますか、だって。もうカテゴリー違うやんと、一人だけ。次元違うやんって。そう、感じませんか？能力ちょっと見ようよ。問題のね、スタミナ問題。まあ上げてるんですよ。これでも頑張って。スタミナあと66までは上がってきました。これね、UT の感覚で言うと90あっても後半はもう交代しなきゃいけないレベルで疲れるんですよね。前線って。66の量はどうなん？前田さんが79。てか古橋さんはさ、いるん？移籍した？古橋さんって。古橋さんいなくなってんじゃん。これどっかで見れないんだっけ。チャンピオンズリーグのチームに移籍していたら見れるかもしれないけれども、 ELECL ちょっとわからんな。どこに移籍した、古橋さんは。もう遥か昔の話だって。急に出なくなったからね。トルガンアザールユナイテッド。まあいい、行きましょう。ハーツ戦、ハーツ2連戦です。カップ戦と含めて。これ見づらいでしょ。またー、本当にさ、色を識別できるようになってください。あ、まずデトロイト&ロイディは、そっから始めようぜ、会話を。あれ、無観客。そんなことない。セルティックサポーターは来てくれます、ちゃんとね。だって熱狂的なんだから。
このセルティックのサポーター、そしてスタジアム、チームメイト、監督に感謝の一日一万スプリント、これですよ、要は。気を整え、拝み、祈り、走る。約半年が過ぎた頃、あることに気づく。ピッチの端から端を走り切っても3秒として経過していない。そう、亮のスプリントは音を置き去りにした。音を置き去りにさせろ。置き去りにすることになるって。おい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 、ライキッキー、ちょっと待って、マジで繋がんない。お、来た、これ行くよ。もう亮、これ通るでしょ絶対。おお、いや、前田さんとは分かり合えてる気はするんです、前田さん。ああ、もうサイドバックが激上がりしてっから、どうするんそれ。大丈夫、バニンギメさんいんのか。あ、ナイキ、やば、もう、ね、牛になっちゃうって。量が何をされている方たちなの、ディフェンダー陣は。すんごい、呼んでないのにナイス落とし、あるんじゃない。押し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 、はい、量。あー、サイドバックゴリ上がりからの右からのカウンター、これですね我々の本当に欠点は。はい、大丈夫ね。ナイス、ナイスカット、チャンスチャンスチャンス。はい、うん、あるよ。撃つ、とりあえず撃つら、何か起きるんだー。前田さん、これなのよ、前田さんなのよ、これ最高、素晴らしい。打てば何か起きる、これですよ。もう自己ゴールゲーなんだから。まあ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 、オッケー、まあオッケーオッケーオッケー。で、スコアラーを変えるんですか？ボス、どういう意図があります？その交代には。ちょっと意図が読めません。これ逆振ってくれたら神。呼んでないけど逆振ってくるか、見えてはいるけど、チキャラが足りないと。チキャラ？ほら、もうほぼ、前半とかもほぼ、もうほんと2、3回ダッシュしたわけですよ。これでこれですから、体力の減り。ほんとキャリモは体力管理むずい。なきにしもあらず、ない。いい立て。これ狙う。これが決まるようになったらいいよ、量。これが決まるようになったらいいよ。ならないけど。ボイツェの偽物が交代した。あ、ボイツェの偽物が入ってきたのか？いや、偽物が入ってきたんだ。これは、こう。聞かねえなあ。シンプルシンプルシンプルシン、無印良品かてめえは。でもだから5トップになってんだよな、サイドバック両すごいんだから。セルティックの布陣、前線前線が前線から前線から前線から、これチャンスなるから、これチャンスなるよ、跳ね返してくれたら。はい、ああ、レロか？まあ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 、挟み込み運動始まってたな今な。
挟み込み運動。惜しい。アイディアは神でした。ないけないけないけ、いいね、新しいキーパーの方。ちょっと交代しておいた方がいい気はするんだよね。でも負けたくないよな。はい、完璧。大事にしてほしい両のミラクルボレーを、ボールを。おい！で今いろいろ迷った結果狙ってみたんですけど、悪くないよね。ナイスキーだ。ちょっともう交代枠なくなったかもしれない。いやー、相手はなんでそんなにカウンター早くいけるの。え？OK。いやー、取れないかー。それ取れたら激アツ。取れない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 、取れたらチャンスよ、取れたらチャンスよ。なんでそれがー。 OK。 前から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 、取れろって。何をやってんだ。急、何をやってる、急げ。まだあるよ。うますぎ。狙うんかい。いや、あれ狙うんかい。Moving the ball effectively, looking for the right moment. And there we have it, the final. これは引き分けのまま終わりかな。なんとも言えないやつ。なん、ま、怒られてんな。もう一回ハーツだからな。てか、ハーツにも抜かれてない？セルティックさん。大丈夫？まずいよね。トレーニングは欠かしません。スタミナが心配ですね。多分ものすごい少ない。ほらー、もうこうなるともう絶対前半しか無理。前半だけの男。むしろこうターンオーバーしてほしい。なぜだろうか。なぜですか。それぐらい好きってことですか、量が。それとももしかしてボスゴルさん、何かデトロイトアンドロイディに蝕まれてます。この最新鋭のサッカーゲームなのにもかかわらず、この自チームだけターンオーバーしないの本当に直してほしい。 EA さんねえ、 EA さん 8.5 枠内シュート3、相手のハーフでパス10回通す。関係ねえ。得点5取る。得点の鬼。感謝のインステップシュート1万回。え？すごいことするね。なんか校舎の裏に呼び出されて、もじ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 、いや実はちょっと話があってさって言われて、え？もしかしてこれ告白？かと思ったら、数学のノート貸してほしいみたいな、そういうことされた気分今。は？何をしている？頼むで。あった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 たらったったあった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 、これは失点の匂い。どうしてボールが取れない。どうして相手にあった。ナイス。いや、右出せばよかったのに。大丈夫さん、いいよ、素直にシンプルに、シンプルにベスト。観客の方に吠える、吠えるんだ。でもアウェイだから、敵のハーツサポーター、アルバヨールみたいなことやめてよ。でもこのボレーはもう素晴らしき、素晴らしき。ワンタッチゴールもね、やっぱ量としては増やしていきたいです。はい、前出すな、前出す、そういうことね。おい、ちょっとやっぱ合ってないな。これ言っとくしかないな。もう一回懇親会、試合前にコメダコーヒーのモーニングみんなで行くっていうのもありかもしれない。常連のおじいちゃんおばあちゃんが、なんだか今日はにぎわってるね言うて、おじいちゃんおばあちゃんに、こんにちは、
宮市亮です。うまっ。うまっ。米田コーヒー行きたくないと、おじじおばばと一緒に朝飯なんか食べたくないと言わんばかりの連携を寮以外の人間が見せています。やっぱカウンター食らいそう。それでもダッシュで戻らない寮、いつもこうですからね。私は本当に戻ってません守備に。それでももう前半でこれです。スタミナがそういうゲームです。ギャリモって買い殺したわけでは。いや、寮が守備をサボってるからではないですよこれ。単純に真ん中崩されてます。どこへ行ったんだあの横浜 F マリノスの時の鉄壁のポスト。こうおかしいけどね。狙う。あーおあーおえ、呆れ顔ですか。呆れ顔。コントロールシュート狙いすぎて。やらしてくださいよ、頼みますよ。亮だって決めたいんですわ。あの逆ロッペ、これ逆。はい、完璧。スーパーゴッドアイ、イーグルアイ。そっからでも手詰まりなんだよね。いいサイドチェンジをしても結局手詰まり。うん、ちょっとこれどうしようかな。後半1点差心配なんよな。少し出ますか。少し相手は交代か。あー、オッケー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 。こっちでした。こちらの交代でした。これノロノロやってるとすぐ交代枠なくなって、リョウさんこれ下がれなくなるんで、もう58分ぐらいに要請するような感じだな。いいね、打ってください。なんですかそれは。もう1点リョウがぶち得点取るか。あ、森重さんがマナが。この年から挑戦が始まってますね。森重さん頑張ろう。リョウ空いてます。サイドラインの魔術師リョウ空いてます。あ、インナーラップしてったサイドバックが。はい、これエグリゴリします。はい、あ、グリルラビンすぎない。え、どうなってんの守備。ドーナツ化現象起きてんじゃん守備の。なぜかな。追加、ちょっとこれ交代枠なくなるんで、次プレー始まったらここで交代。もうワンプレーよ、リョウ。ワンプレー、ワンプレー、ワンプレー、ワンプレーマン、リョウ。あ、リョウのワンプレーにかけて、大前さんすごすぎるよ。はあ、それは、はん、まあ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 、オッケーオッケー。まあ大前さんに当てたの量だしね今のね。ちょっとまあオッケーでしょう。ワンゴールしてるし勝とうぜ。オッケー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 。マンオブザマッチ誰だったんだろう。すごいね。あ、移籍期間の終わりがなんか寮の記事があったね今。まあそうでしょ、圧倒的でしょ寮は。23試合25ゴールなんだから。平均ゴール数 1.09 だよ。あ、ハーツ結構あれなんだ、連勝連勝だったんだ。これによって我々がハーツを抜いてセルティックを追いかける形に戻りました。ただそこの勝ち点差がなんと6。キビティトギズで、この試合が終わったら移籍期間最後のトゥントゥンですね。一切メールは来てませんと。
ザルツブルク断ってからオファーは一切来ていないと。で、宮市亮の体力は地獄と。前田さんもスタメンではなくなってしまいました。まあいいでしょう。ダンディ、あなたたち何でしたっけ。宮市が2つ数字残します。ゴールかアシストか、合計2。1試合2の男。ニンニンニンラーションさん、ラーションさん、多分1シーズンプレーすることになったらあなたの記録抜きます。セルティックで今までで1シーズンに1万点取ったのって誰だろう。でもラーションさん多分30点以上取ってたと記憶してますけど、余裕で超えちゃいます。量は伝説になるんです。そうすればバルセロナへの道が開かれると言っても過言ではない。ラーションさんと同じ道をたどるのであればね。はい、おー、今日ちょっと70のね、OVR70 のセンターフォワードの方なんで、ちょっと量が踏ん張っておかないと。ナイス、チャンスぎ。これは勝負じゃないか。な、決めろー。いよいよ、ないでない、集中してる。量ね、量落としますよと一回。あーっと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 、夏だぜ恋をし、ちょっと歌ってたらピンチです。ないで、縦いる。オッケー、逆はいない。逆どうしようかな。一回なんか、左足で、やったー、それ決め、今のはちょっとすみませんでした、監督。今のは謝ります。やべ、余計なボタン押した今。でもさっきのアフターのアフターというか、アフターというか、あれなんだな、アフターヌーンファール、あれカードもらえそうだな。量でサイドバックの人マジでもうビルドアップ参加しない。あいつマジ仲良くなれない。あ、やっぱり、やっぱりプレー切れた瞬間にこれ。いや、笑ってはいけないですね。大変申し訳ございませんでした。だよね、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 だよね。左サイドから始める物語見せていこうよ。あ、ちょっと走らせるね。聞かないよね、もうやっちゃうんだよな、癖で UT の。あれやっぱ鉄板だから。ナイスキーパーすぎる。あ、レオ、あ、ちょっと待って。ポストゴグルさん、ついにですね、ついにレオが蹴ったらそれはもうどん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 ダン。え？コーナーキックから大カウンター辞退されてないですかこれ。おかしいな、おかしいな、怖いな、怖いな。なんかセルティックが急に弱くなったように感じるのは私だけでしょうか。もう量も私もさ、菩薩顔になっちゃってんのよ、もう。体力もないしな、打開しようにもなかなかできない。もう体力減るだけで本当にこの操作性が変わるんでね、このゲーム。うん、もう狙うか、狙う。もう量がバンバン打つ。左サイド、
います、レフトサイドモンスター。井手口さん、レフトサイドモンスターナイボ。これね、そんで逆なんだ、もう一回。ただはい、はい、出ました、味方たちの謎の動きで、カウンター受けると。相手はいいよね、ノックオン、すごい相手の頭いいなって思う、相手の人たち頭いいなって。ノックオンして時間使って、何をやってんだ、絶対。おいおいおいもう味方と敵が違う動きが、絶対に。それがキャリアモード、そこを打開する、それが寮の仕事。何をしてる、呼んでもないのに。右のサイドの人はどこに行った、ちょっと黙って見守ろう、一回ね、一回だ見守りましょう。ナイス、チャンスか、外広がります、一応。その横の人にパス出して、私オフサイか、いやー、ノイディだ、取れよ、取り切っとけよ、オッケー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 、光ってる。そう、あなた、あなたと被ってる、私が。これはもうシンプル、よし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 、シンプル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 、アンドロイドでも何回も言われてもシンプル、もう一点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 、はい、一回ちょっとサイドに走らせて、私中でもらいますよ、言うて。やめなさい、ダイレクトで軍すんの、腰が。うまい、はい、いや、ちょっとダイレクトボレー、いやー、少しちょっと落ち着くべきだったか、ショート、ちょっと前、前から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 前、おい、味方ついてこいって、もう上げてもらおう、何をしとる、なんであそこ左足に持ち帰る、あー、リョウは何もできませんでした。まあ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 。あ、再試合か。あ、そんな日程であんの？厳しい。頼むよ！世界のスカウトマンさん。ここがラストチャンスです。もう一度見せましょうか？寮の成績。これですよ。モンスターでしょ。ね。なし。この2時間、水も喉を通りませんでした。そわそわした気持ちで、街をぷらつくことにしました。とりあえず古本屋さんに入って、松本人志さんの衣装をちらっと立ち読み、4時間、5時間、時だけがどんどん過ぎていく。なぜ、電話が鳴らないんだ。ここまでの成績で、天狗になっていたのは俺の方か。スコティッシュで大活躍すれば五大リーグへの道が開ける。日本人選手の先駆者たちはそう常々言っていました。嘘じゃないか、なぜだ。セルティックを優勝に導かなければいけない。寮は腕をまくり、1年間という短いようで長い、そして長いようで短い、その期間をチームのために尽力を尽くすと誓いました。カンファレンスリーグもあるんかい。じゃ次回からも4試合ポッポポッポ進めて活躍をして、五大リーグからオファー来ることを願いつつプレーしていきたいと思います。もう30歳になっちゃうんだよね、リョウ。能力は79、
上がってるけどね、能力ね。フィジカル系、まあ、つまりスタミナとかジャンプとか、そのあたりがやっぱあんまり上がっていってない。アジリティバランスは8374なんで、まあそんなに悪くはないけど、まあ、ドリブルは実際のところしにくいですね。ただスピードは、バツの群なんで、まあ頑張っていきたいと思います。次回、こちらですね。ハーツとのカップ戦。気を取り直して、切り替えて、やります。ありがとうございました。